警察与奪の剣を他人に握らせるな。惨めったらしくうずくまるのはやめろ。そんなことが通用するならお前の家族は殺されていない。奪うか奪われるかの時に主導権を握れない弱者が妹を治す、仇を見つける、少子千万。弱者には何の権利も選択肢もない。ことごとく力で強者にねじ伏せられるのみ、それが現実だ。